開始までもうすぐ、インボイス制度で損失を回避した免税事業者が急増中、なぜ消費税をもらえない人との格差拡大へです。お送りする内容は、インボイス揉めている原因、3000人アンケート結果発表、3ヶ月前と何が変わったのか。 企業からのインボイスのお願いの本音を読み解く。結局、どっちが有利なのかなどについてお話ししてまいります。というわけで、今回は3ヶ月前に行ったインボイスに関するアンケート。今回も同様のアンケートを行いました。3ヶ月前とは状況が結構変わっておりますので、今回はインボイスにまつわる現場の最新情報をお伝えしたいと思います。というわけで、インボイス制度についてなんですけども、今日はその本質について 簡単におさらいします。消費税はよくバトンリレーと表現されることもあります。というのもですね、例えば消費者、商店、運送、工場のように、それぞれがバトンを渡すかのように消費税を渡していくと。で、最終消費者は消費税の納税ってしなくてもいいんですけれども、その間に立つ人々。 例えば、商店だったら、消費者からもらった消費税と、運送会社に払う消費税の差額を税務署に納めるといったようにですね、それぞれの事業者がもらった消費税と払った消費税の差額を納めていくというのが、消費税の基本スタイルです。で、この消費税、どうやって計算するのかというと、これまではですね、帳簿保存方式と言いまして、 もらった消費税、払った消費税の金額を帳簿にちゃんと書いとけばいいですよと。で、さらにですね、課税事業者と言われる人だけ納めればいいですよというルールでした。なので、例えばですね、この真ん中の運送会社が年間売上1000万円以下の免税事業者だったとしましょう。その場合はですね、消費税のバトンリレー自体はこれまで通り渡されていきます。で、この運送会社は規模が小さいから消費税納めなくていいですよというふうに認められているので、 ただ単に税務署に納めなくて済んだという仕組みでした。ところが、このルールが一変するのが2023年10月からスタートする予定のインボイス制度です。インボイス、日本語だと適格請求書というふうに訳されてますが、このインボイス方式の場合でも、納税するのは課税事業者だけです。そこ変わんないです。ただ、計算がこれまでのように帳簿だけで OK ってわけじゃなくて、インボイスが必須になるんです。つまりこのケースで言うと、 消費税をもらった側、例えば工場が運送会社にインボイスを発行する。 運送会社は商店にインボイスを発行する。で、商店はレシートタイプのインボイスを消費者に発行する。もらった側が発行するのがインボイスなんですね。で、このインボイスが納税証明書の代わりになりますので、もらった消費税、払った消費税、このインボイスを使って計算するわけなんですね。で、ここで問題となってくるのが、このバトンリレーの中に免税事業者が入っている場合です。運送会社が免税事業者だったとしましょう。この場合ですね、インボイスは発行できません。インボイス発行できるのは課税事業者 だ,けですからね、だから、この焦点はですね、消費税を渡したとしても、インボイスがないから、消費税を運送会社に渡したっていう納税証明がないんですね。だから、この辺ちょっと、 イメージのお話になりますけれども、払った消費税が認められないので、その分、商店が納める納税額が増えてしまいます。つまり、インボイス制度というのは、このバトンリレーの最中に誰かが免税事業者だった場合、その免税事業者が本来払うべきだった消費税も、誰かが納めてねっていう制度なんですね。で、この丸1のパターンは、商店が 負担した場合です、すでこの負担の方法ってまだ他にもあって、例えば、そもそも商店が、この運送会社に消費税を渡さなきゃいいっていう考え方もありますよね。渡さないからその分納税に回しますよと。まあ、これあくまでもイメージなんで、厳密な話とはちょっと違うんですけども、この丸2番の場合は、結局、運送会社側が消費税を負担してるということになります。で、さらにですね、三つ目のやり方として、商店は、これまで通り運送会社に 消費税を渡します。で、納税額増えます。その負担分を消費者側に押し付ける。つまり、値上げする。という手段も存在するわけなんですね。つまり、1,2,3と3つやり方あるわけなんですが、消費税のインボイス制度というのは、結局、納税を誰かが負担しなきゃいけないので、納税の連帯責任みたいな形なんですね。 で、その結果ですね、税務署的には2480億円の増税という形になるんです。つまるところ、消費税の税率を上げずに増税できるのが、このインボイス制度の導入ということなんですね。インボイス制度のちゃんとした仕組み、ちゃんとした解説は過去の動画で何回か取り上げておりますので、よかったらこちらをご参照ください。で、このインボイス制度。 必ずみんなが入んなきゃいけないっていうわけじゃないんです。強制ではなく任意の制度です。消費税増税したいなら強制しちゃえばというふうにも思うんですが、結局、納税の連帯責任制度ですから、あえて強制にしなくても税務署的には税金が取れるんで、まあいいだろうっていうことなんですね。じゃあ実際インボイスに加入する。ここではまあ登録するって言い方をするんですが、 インボイス登録した方がいいかどうかっていうのは、まずは年間の売上別でわかります。年間の売上が毎年1000万円を超えている元々の消費税の納税者、つまり課税事業者は、インボイスに登録しても税金的な変化はありませんので、登録しておいた方がいいと思います。当然ね、インボイス制度が始まると手間暇は増えますが、税額はこれまでと変わりません。仮に1000万円を超えている課税事業者がインボイスに登録しなかった場合、 自分の取引先のどこかが自分の分の消費税を負担するわけになるわけですから、まあ関係性がちょっと悪化するかもしれませんよね。で、問題は年間売上が1000万円以下の免税事業者。先に下のですね、対消費者について見ていきますと、本当に一般消費者の場合は、もらえるレシートがインボイスかどうかっていうのはあんまり気にしないので、 インボイス登録をしなくても変化がないかもしれません。とはいえね、100%対消費者のビジネス化と言われるとそうじゃないかとも言うと思います。つまり、対企業も混ざってる方です。その場合は、この対企業の方を見ていきたいんですが、対企業、つまり企業が取引先の場合はですね、インボイスに登録して、 消費税の納税をスタートさせてもいいですし、免税事業者のまま行きますと。ただ、先ほどにあった、丸二のケースですね。消費税分がもらえなくなる。という、売上がカットされるリスクもあります。つまり、免税事業者対企業の場合、インボイスに登録しないと、2023年10月以降、消費税が引き続きもらえる人、8割方もらえる人、そして消費税が丸々もらえない人、というふうに、未来が分かれていくんですね。 ここについてアンケートを取ってみました。それではインボイス制度のアンケートについて結果を発表してまいります。調査期間は2023年の4月23日から28日、私のツイッター や YouTube のコミュニティ欄で投票をさせていただきましたで現在3000弱の投票が集まっております実際この投票サイトの方も概要欄のリンクに貼っておきますで当然ネット投票ですので正確ではないんですがまあ、3000票ぐらい集まれば大体の傾向は見て取れるのかなと思っておりますで今回のアンケートの対象は個人事業主と企業の方々ですで2023年10月以降免税事業者のままでも消費税分を もらえる感じですか企業側からするといくら消費税を免税事業者に支払いますかという説問にしましたこれは3ヶ月前の説問とほぼほぼ同じですで今回は4択です1これまで通り消費税分10%がもらえそう免税事業者の立場からですねで2消費税分7.8%から8%がもらえそうこの数字はですね 企業側の経過措置という、この7.8から8%払えば企業は損はないですよという経過措置があるんですけど、詳しくは過去の動画をご参照いただきたいんですが、それを考慮すると、7.8から8%という選択肢が出てくるんです。で、選択肢の3つ目が、消費税分が丸々カットされてしまうよ。これが一番悲しい事態ですね。で、4つ目が、企業から連絡がまだ来ない。または、連絡はあったんだけど、消費税がもらえるかどうかっていう話が書いてないと。実際ね、こういうお願いがね、 来てる方も結構いらっしゃると思うんですけど、よくよく読んでも、免税事業者のままだった場合どうなるかっていうのは書いてないっていうケースが今めちゃめちゃ多いです。で、今回のアンケート、一人一票なので、複数の取引先がある場合は、年間取引が最も大きい企業ということで、縛りを入れさせていただきました。ちなみに、ほぼ同様のアンケートを3ヶ月前にやってるんですけども、この時はですね、5番目にその他っていうのを入れちゃったんですが、結果はですね、丸一のこれまで通り消費税10%がもらえるようが18%。 で、丸二が6%、丸三の全カットが15%、で、連絡なしが53%。ということで、半分以上の方がまだ不明だし、決まってる方も消費税10%と消費税〇〇カットがきっしているという状況でした。それが3ヶ月経った今どう変わったのか。結果はこちらです。1、消費税もらえるが30%。 で、2、消費税約8%がもらえるのが8%。で、丸三全カットが23%。残り、連絡がない、まだ決まってないが39%。ということで、約6割の方が10月以降どうなるかが決まったという状況になりました。そのうちですね、全体の30%が消費税がそのまま10%もらえちゃうと。 なんでそうなったのかはまた後ほどお話します。で、約8%もらえるよって方は8%なので、この、まるとまるを足すと、 約4割の方がそれなりに消費税がもらえそうだという状況に変わりました。これ個人的には予想外というか、ここまで消費税がもらえる方が多いんだというびっくりもあります。実際ですね、うちのお客様とか見ていても、取引先から消費税これまで通りもらえるよっていう方がかなりの数出てきています。ただですね、逆に消費税が全カットも23%に増えております。なので、おそらく業種によるんでしょうけど、かなり二極化してるなという感じはしています。 で、このネットのね、ざっくりとしたアンケートはこういう感じなんですが、実際今支払う企業側は何を考えてるのかというのを次のチャプターでお話ししたいと思います。というわけで、今ですね、各企業から届いているインボイスに登録してくれませんかというお願いの書類が来てると思います。で、この書類からですね、 企業がどういう判断をしたのかというのを読み取っていきたいんですが、本当各社バラバラでございます。今日は代表例を挙げてみたいと思います。まずはですね、某大手総合エンタメ企業の場合ですね、こちら上場企業でもあるんですけども、消費税分を引き続きお支払いするという文章が書いてました。 つまり免税事業者のままでもインボイス登録しなくても消費税が丸々もらえるという会社ですね。ただですね、そこの社員の方に聞きますと、どうやら新規取引の場合は取引価格を よく検討してねと。つまり、新規の免税事業者に対しては、消費税をそのまま払うは払うんだけども、10%分ぐらい取引額が低みに設定する可能性があるということですね。つまり、既存の外注先は大事にしますよ。で、なんでこうなったかというと、本音のところはですね、どうやら、えー、とにかく揉めたくないと。これだけインボイス反対運動もあるわけですから、ここで消費税カットとか言うと、 当然トラブルになりやすいと。それは避けたい。で、さらにですね、政府は消費税をカットするんだったら、個別に交渉しなさいよというふうに言ってるんですが、そもそも個別交渉が大変であると。大企業にとっては、 取り引きしている免税事業者が数千人数万人いたりするわけですよね。そんなの個別交渉なんてまあ到底無理ですよね。なのでそういった個別交渉のコストを考えるともう消費税は企業側で負担するしかないと。という選択なんだと思われます。ちなみにですね、今回のアンケートに多くの方々がコメントをつけてくださったんですが、例えばですね、こちら。自分の知っている IT 系のフリーランスエージェントは払うそうです。 消費税10%を払うんでしょうね。で、中抜き額と企業側の経過措置も踏まえると、IT のこの携帯やってるところは払う企業が多いと思います。ということで、結局、企業にとって免税事業者に10%払ったとしても、経過措置があるから、実際そんなのは2%分ぐらいなんですよね。 で、こういった方もいらっしゃいますね。消費税をもらえそうではありますが、免税事業者は消費税請求しないでねと誘導するようなお達しが来ましたっていうことで、これはまあちょっと巧妙というか、狡猾だと思うんですけれども、そういうところもあるんでしょうね。続きまして、某大手芸能事務所の場合で言いますと、普段お支払いしている報酬ギャラからですね、2%を引いた額を払いますと。その2%何かっていうと、それがインボイス調整控除。 というそうです。つまり、先ほどのアンケートで言うと、丸の2番ですね。約8%払えますよ。と同じ結果になります。なんでそうしたかというと、今回、インボイスをわざわざ登録した人が、免税事業者と比較して、不利益をこむらないようにするため、という文言が書いてありました。つまり、わざわざインボイス登録した人と、登録そましなかった人が同じ額って、それ不公平でしょと。だから差をつけますよ。 という理由が書いてました。まあ、この理由を言うんだったら、インボイスを登録した人をちょっと上げればいいなんと思うかもしれませんが、それはそれでね、企業のコスト増になりますから、まあ、それはしませんと。要は、企業が損をしないのがこの2%控除なので、企業の経営判断としてはありかなという感じだと思います。で、このインボイス調整控除というのは、3年経ったら5%に増えて、 6年経ったら10%に増えちゃうんですが、その話はまた後ほどいたします。で、某著作権管理団体。まあこれまあ有名なところで、みんな大好き、ジャフナックっていうとこなんですけども、このジャフナックはですね、普段払払っていいる分分配使用料は10月以降消費税分を含めずに支払いますというお達ししが来ま,したまあここはですね、純粋な仕事の対価っていうよりは、権利の分配なので、ちょっと考え方が違うのかもしれませんが、まあ下請け法とかは関係ないんでしょうね。10月以降 スパッと免税税事業者には消費税がどううやら支払われないようで,すで、すで他にもですね、コメントを見ますと、大手メーカーからは未登録である場合は支払わないと通達がありました。ね、厳しいですね。ちなみに弊社では未登録個人事業主様にも支払う予定ですということで、同じね、業界業種でも対応が分かれてるっていうことなんでしょうね。で、こちら、支払い側です。登録しない業者とは取引しません。ということで、もはや、 インボイスがない免税事業者と取引するのがもうめんどくさいとかややこしくなるので取引しないという選択肢もまああるんでしょうね。といった感じで各社対応は異なるわけなんですが、まだインボイスを登録するかどうか決まってない迷っている、そもそもまだ連絡が来ないっていう方はどうしたらいいのかという話を最後にしたいと思います。 というわけで、免税事業者は結局、インボイスに登録するしないどっちが有利なのかと言いますと、まず、丸1。これまで通り消費税10%をもらえる方にとってはですね、登録すると消費税10%はまあ当然もらえるわけで、ただ、納税は増えますよね。しばらくの間は2割特例っていうことで、消費税の納税額は少ないです。詳しくは過去の動画をご参照ください。 ただ、登録しなくても10%もらえるわけですから、登録しない方が当然有利になります。ただですね、注意点としては、今後消費税の増税12、12%、15%、20%と上がることが予測されております。その場合ですね、おそらく免税事業者のままだったら10、10%で据え置きという企業が多いかと思われます。つまり、今の金額で打ち税というか、 税込みの価格になって、もうその額から変わらないと。この辺は少し覚悟しておいた方がよろしいかと思います。で、迷うのが丸2番ですね。消費税分約8%もらえるよというケースなんですが、登録すれば約8%じゃなくて10%もらえます。ただ、納税が増えます。2割特例でま約2%払うんで、結局8%もらうと変わらない。だったら、 登録しない方が有利かと思われます。登録せずに8%もらえるよと。ただ、これはあくまでも経過措置に準じてるので、この経過措置というのは2026年10月からは5%、そして2029年10月から結局消費税分は0%、つまりもらえなくなりますので、最終的にはフリーになります。なので、インボイス登録するタイミングで言うと、3年後もしくは6年後に、じゃあインボイス登録しようかなという風に、 考える期間が伸びたと考えた方がいいのかもしれません。当面はね、登録しても手間が増えるだけなんで、登録しないを選択する方向でよろしいかと思います。で、丸3の消費税が丸々カットされる方々についてはですね、これはもう登録しないと売上が約10%減るわけですから、登録して10%もらった方が、 有利になります。ただ、納税は増えてしまいます。というわけでまとめますと、丸1の場合は登録しない。丸2の場合も当面登録しない。で、丸3の場合は登録する。というのが、一番税金的には有利な選択なんですが、当然ね、自分の取引先が一社じゃなくて複数ある場合、このそれぞれのパターンが混在してるケースもあるでしょうし、そもそもプレッシャーでね、登録しなきゃいけない雰囲気がある。という方もいらっしゃるでしょう。ただ、現在言えることは、まだね、10月まで期間ありますから、 決めかねてる方は、夏まで様子を見る、周りの状況を見るっていうのもありかなと思っております。そしてですね、周りにインボイスに詳しい方がいらっしゃればいいんですけど、いらっしゃらない場合はですね、ただいま税務署の方で、登録用費相談会っていうのが始まりました。前まではですね、インボイスの説明会が各地の税務署とかで行われたんですが、今月ぐらいからですね、個別に税務職員や税理士が相談に乗りますよというふうになっておりますので、活用するのもいいんじゃないでしょうか。あとですね、 インボイス相談受付窓口というのもできております。こちらですね、税理士へのオンライン相談というのもありまして、インボイス発行に伴う税負担や登録用費などのご相談ということで、個別の事情についてね、今これ電話で相談できますが、なんかオンラインでもね、相談できるようになるそうです。 ということで、こういった無料の窓口を使いながら、インボイスについてまだ考える時間はありますので、いろいろと調べていただければなというふうに思います。このチャンネルでもですね、また数ヶ月後に同じようなアンケートを取ったりとかですね、いろんな会社のインボイスのお願いについてまた取り上げようと思っておりますので、よかったらですね、うちの取引先こうだったよとか、我が社はこうですよっていったね、情報をこのコメント欄に書いていただけますと大変嬉しいですし、チャンネル登録をしてお待ちいただけますともっと嬉しいです。 というわけで、2023年4月29日時点の情報でございました。そして今回の動画がちょっとでも役に立ちましたら、高評価を押していただけると大変嬉しいです。そして、私が会長を務める芸能文化税理士法人では、現在中途採用を募集しておりますので、よかったら概要欄をご覧ください。というわけで、今後ともごひいきに。バイバーイ。